ようこそあわら温泉へ。お肌すべすべ湯元巡りコースは距離がおよそ1500メートル、徒歩でおよそ40分のコースです。このコースでの消費カロリーはおよそ90キロカロリーです。そしてご案内役のおかみは米輪さん、三松さん、グランディア宝泉さんです。どうぞお楽しみください。あ、ゴンゾー君もお肌に美肌水使ってるの？私も使ってるわよ。この美肌水は厳選 100% の化粧水で、温泉成分がたっぷり、だからお肌がスベスベになるんだ。ただの温泉水ではなく、金属半導体触媒という技術で浸水性を持たせているからスベスベなんだね。このコースではあわらの源泉を案内しますよ。おっと、源泉へ行く前にちょっと気になるところがあったみたいです。ここはあわら温泉の昔の様子がわかる今昔館。レプリカといえども貴重な資料が飾られています。昔の温泉広告って風情があって素敵だな。ここが藤野源九郎記念館よね。藤野源九郎は立派なお医者様で、魯迅が留学していた頃の先生だったんだよ。熱心に取り組む2人の姿勢は強い師弟関係を築いたと伝えられています。この深い絆が元で、魯迅のふるさと中国の商工市とあわら市は友好都市関係です。あの魯迅が尊敬してやまない藤野先生、偉大ですね。ゴンゾー君、源泉前でおかみさんが待ってるよ。お湯があったかいよ、触ってみて。気持ちいいな、癒されるよ。あわら温泉芸妓協同組合では、芸妓お座敷体験や舞妓さん変身体験ができます。ゴンゾー君、芸妓さん素敵だったね。うん、見とれちゃった。ここ足の湯通りは新緑石を石畳にし、夜には行灯が灯され、温泉情緒があふれています。この源泉で肌もスベスベになるよ。ここは足湯よ、私足湯大好きなの。無料で入れる足湯、のんびり疲れを癒してくださいね。さて、次なるところは、この公園は明治16年に掘った井戸から温泉が湧き出した最初の地。源泉をめぐってあわらのルーツを知る、旅をするって素敵ですね。ここはコニーヤというカフェよ。隠れ家的でおしゃれでしょ。私のおすすめなの。コースを回った最後にカフェタイムするのもいいな。コニーヤのおすすめの一品、もちもち生パスタ、ピリ辛トマトソース、温泉卵のせ、もう最高。コースを歩いたらお腹が空いたよ。ゴンゾー君ちょうどよかった。温泉パンを食べましょう。もちもちしてとっても美味しいわよ。あわら温泉の源泉を使用した温泉パンのお求めは教えるザーでどうぞ。いかがでしたか？これでお肌すべすべ湯元巡りコースは終了です。あわら温泉はこの他にもたくさんの見どころがございます。どうぞごゆっくりお楽しみくださいませ。僕がおすすめするこのコースのお蕎麦屋さんは山吹さん。コースの途中にあるからお腹が空いたらぜひ立ち寄ってね。絶対に美味しいよ。